こんにちはハンブルラです。今日紹介したいものは g ーショックです。これはですね、g s h の代表的なモデルで今も大人気な5600スケアシリーズの一つです。実はこのシリーズは、まあ、前からずっと買いたかったんですけど、種類が多くて何を買ったらええのか知らなかったんです。この間、オークションでいいものを発見して買いました。まず、開ける前にこれは絶対に覚えておいてください。他の国は知らんですけど、韓国ではこの保証書がないと。 アフターサーサビスが不可です。もちろん G ショップが壊れるとは思ったことないですがもしかしたら何か問題がある場合はアフターサービスがいりますからね買う時ショップから保証書にスタンプを押しますこれ絶対に覚えてくださいとにかく僕が買ったモデルは GW5600BC1BTR という時計です長いですねこれが2年前2018年10月に発売された 値段の方は韓国で22万ウォンくらいです。じゃあこれです。綺麗でしょう。さっき言ったんですけど、5600モデルは種類が多いんです。まあ、基本的なデザインはこのスケアなんですけど、細かい部分の違い、まあ、色がモデルによってちょっと違いますね。このモデルの特徴はコネクティドエンジンということです。まあ、ブルトゥスが入ってることです。 まあ、スマートウォッチみたいに、スマホのいろんな情報を見えるのじゃなくて、Bluetooth で辞職アプリにつないで、まあ、時計の設定とか、正確な時間を収録します。ディスプレイ見てください。とてもシンプルなデザインで、まあ、綺麗です。このボタンが、まあ、時計設定するときのボタンで、これはライトボタン。まあ、結構明るいです。このボタンを押すと、世界時間、アラームと、ストボッチ、 また、タイマーまでです、まあえっと。このボタンはですね、まあ、リシービングボタンで、まあとで説明しますけど、時間を収録するとき、使えるボタンです。もともと大体の時計は、ボタンを押して、まあ、時間とかアラームを設定しましたんですけど、これは、Bluetooth 機能が入って、スマホのアプリで全部設定ができます。 えっと、そしてサイズの方は、まあ、意外に小さくないです。とても大きいではないですけど、買う前にはなんか小さい印象があったんですけど、まあ実際に見ると小さくないです。でも僕みたいに、まあ、細い手首でも結構合うと思います。まあ、重さは 85g で軽いと思います。また、バンドが、これ新型のメタルコアバンドで、まあ、2018年からこの新型のメタルコアバンドになりました。 まあ人,にまあ、人の好みによって、まあ、ある方は前のが好きある方は新型が好きという、まあ、ことがありますけど僕はまあ何でもいいと思いますメリットが軽くてかっこいいですこのモデルはタフソラが入っていますほいで太陽光はもちろん蛍光灯などの光を天力に変換しますでもどのくらいの太陽光で1まで充電するのか知らんです、まあ、とにかく 短いいい時間でも光があったら充電すすするのはすごいだと思います最近天気がめちゃくちゃいいんですけどこれつけて遊びに出かけたらそれが充電ですわでも問題はバッテリーがどのぐらい残るのか時計の中では確認できませんアプリでは見れるんですけど正確なパーセンテージが出ないんです液晶の部分はとてもシンプルですね、まあ、上はタップソラー 下はが書いてあります他のモデルはまあ赤い線とか、まあ、いろんな情報が書いてあるんですけどこのモデルはとてもシンプルなデザインですそしてこれがですね反転液晶なんで僕個人的にほんまに嫌いなんですけど、まあ、見た目は綺麗ですでも全般的に黒い色とまあ反転液晶が似合うと思いますけど問題は昼に外で時間が見えない時が結構あります 角度によってよく見れるときもありますけど、これ以外にストレスと思います。でも、夜には結構違います。まあ、ライトが明るくて、またオットライト機能があって、まあ、暗い場所とか行ったら、時計が自動的に認識して、手首を上げたらライトが自動的に出ます。これは確かに便利です。まあ、G k はモデルの名前が GW で始まったら、 マルチバンド6ができるモデルなんです。マルチバンド6はアメリカ、イギリス、ドイツ、中国、日本。全部6個の電波局から標準電波を送ってきて、いつも正確な時間を収録する機能です。すごいですね。まあ、一般的に時計が自動的に正確な時間を取りますけど、これを手動でもらいます。このリシービングボタンを長く押すと IC、まあ、ということになります。 IC はラディオコントロール意味です。下に L1 から L2、L3 を表示にして数字が高くと信号が強いです。まあ、信号が弱いとエラに、信号が高いと OK になります。問題はこれができる時もあるしできない時もあります。でもこれはそんなに重要じゃないと思います。なぜかというと 一日に時計が自動的に時間を取って、これ以外にも Bluetooth しないでスマホから正確な時間を取れます。とにかく、このモデルはまあ最初言った通り、Connected Engine が入ってます。ということは、スマホでアプリをダウンロードして Bluetooth Connect ができるんです。まあ、仕方はですね、このモードボトンを押す長く押すと Connect という表示になります。この時、アプリを上げてください。 吹いでまあ、連結を始めます。今、連結できましたね。まあ、連結したら、最初は世界時間5個を設定できます。そして、左上を見たら、まあ、バッテリーがどのぐらい残るのか確認できます。右に行ったら、5個が Bluetooth 繋いだ時の位置、まあ、最後の位置が見れます。また、アラームや、まあ、タイマーもスマホを使って設定ができます。便利ですね。 まあ、設定の方には、ここ,こはまあ時計の関連があることがあります。まず、ディスプレイの設定。ここで、12時間にするか、24時間にするか、もし24時間の方にしたい場合は、アプリで選んで、時計に送ったら、時計の時間がすぐ変わります。また、12時間にしたら、時計がまた変わりますね。その下が、月日。 一番下の方は月日の言語を選んでます。まあ、6個の言語があります。またサウンド、ミュートにするかどうか。ここはアプリと何分連結するか。と、また時間を自動的に取るかどうかをここで設定します。また下はまあライトの時間、2秒と4秒。と、下はですね、まあ、ここは パワーセービングモードなんですけど、一般的に時計をしないとき、まあ、夜10時から朝6時までは、節電モードになってバッテリーをセーフできます。ここはサマータイム。まあ、アジアは関係ないですね。もともと時計を買ったら、まあ、最初にボタンを押していろ、まあ、んな設定をしますけど、今はこの全部をスマホのアプリでできます。まあ、正直なんでアプリダウンロードしてやるのもめんどくさいなと思ったんですけど、確かにアプリでするのか。 便利ですもちろんアプリがなくても時計で、まあ、全部設定できます。まあ、使う時のまあ一つの問題もないです。ここまでが僕が買った G 食 GW5600BC1BDR でした。名前長いですね。まあ、確かに満足満々の時計でした。まあ、さすが G クの5600。なぜ今まで大人気か今知りました。まあ、僕はもう他の G クはまあいらんと思います。 まあ、これで十分だと思います。まあ、今日も見ていただいてありがとうございました。まあ、聞きたいことがあったらコメントしてください。すぐ答えます。まあ、次は Apple Watch のレビューです。絶対来てください。バイバイ。ハンブルラでした。